ビテプスク県はロシア帝国、シロロシアソビエト社会主義共和国の県の一つ。県庁所在地はビテプスク。ゲンベラルーシビテプスク州の北東部、ゲンラトビア東部、ゲンロシアにまたがる地域を管轄していた。1802年3月11日、定性ロシア元老院の法令によって、シロロシア県を二分割して設置された。なお、ロロシア県は、 ホロツク県とモギリオフ県を合併させて作られた県であったが、これが再度分割されたことになる。発足時は12の軍からなっていたが、1886年にスラジ軍が廃止され、以降、帝政ロシアの崩壊まで11軍体制であった。また、19世紀末のその回区分の総数は、死、12、メステチコ、41。 セロ、19750であった。定政ロシア末期のビテプスク県には、以下の11軍が属していた。ソ連成立後は白、ロシアソビエト社会主義共和国に属し、1919年に、モギリオフ県から、千の軍、1920年に、ゴメリ県から、オルシャ軍が移管されたが、同年に、ドビンスク軍、リュツイン軍、レジサ軍が、 ラトビア共和国へ割上された。1923年に、ゴロドク軍、ドリッサ軍、センノ軍は廃止され、レペリ軍は、ボチェイコボ軍へと解消された。1924年3月24日には、県時代が廃止された。大部分は白ロシア共和国の領域として残ったが、ベリージ軍、ネベリー軍、セーベジ軍は、 ロシアソビエト連邦社会主義共和国のプスコフ県に移管された。ウィークリー1897。ぜ、ウィークリー、ぜ、ぜ。ありがとうございます。